大丈夫だ。はい、私がメガネ、目が見えないのでちょっと手術を心配ですが、はい、お願いします、はい、お願いします、はい、そして、はいはい、そして、はい、ここにタオルを、タオルを、はい、お願いします、はい、タオルを、はい、失礼しますね、はいそれでは、うん、はい、ですね、衣笠さんに、はい、位置に座っていただきまして、はい、最初の始まりの挨拶をしたいと思います。はい、はい、よろしいでしょうか。まだでしょうか。はい、あれ、タオルは？タオルこれ。はい、手がありました。はい、お願いいたします。はい、いつものでお願いします。はい、はい、じゃあセッティングをね、まずさせていただきます。はい、お願いします。はい、じゃあターバンも巻きますね。はい、はい、ターバンを巻いて、はい、はい、巻いて、はい、そして、はい、あと何話せる？止めるのかな？ん？そして、はい、そして、そろそろ始まりですか？そうですね、ターバンを巻いてセッティングをしたら、はい、始まりです、はい。はい。それでは先ほどの椅子に座っていただいて、うん、はい、よろしいでしょうか。はい、座りたいと思います。うん、はい、お願いします。はい、お座りに入れたところで、はい、座れましたでしょうか。はい、座りました。はい、はい、それでは、はい、カメラに向かって、はい、あ、カメラ。あ、はい、大きめの声で。はい、お話しください、はい、私の顔はどこにあるんでしょうか。ここです。ちゃんと映ってますね。映ってますか、うん、映ってます。私はメガネがなくてわからないんですが、はい、ここにいますね、うん、ちゃんと、はい、ではお願いします。それでは、はい、行きたいと思います、はい、皆さんこんにちは。こんにちは上野貴子です。はい、お願いします、はい、すいません、はい、なんか今日はですね、衣笠和子さんの、クリスタルジョイに、フェイシャルエステを、実況で、撮影させていただくためにお伺いしております、今ですねノーメイクで恥ずかしい状態ですが、美しいですよ、とんでもない、とんでもない、フェイシャルをこれから衣笠さんにお願いしたいと思います。衣笠さん、はい、では自己紹介お願いします。はい、おはようございます。今日は上野貴子さんのフェイシャルで、初めてのユーストリームの実況中継ということで、とても緊張しながらスタートしてますが、ありがとうございます。上野貴子さんのこのリラックスムードを作っていただいているので、楽しく時間を、過ごしていきたいと思ってます。貴子さんは今日で6回目の施術です、はい、うん、もう本当にお肌が、はい、どんどん変わってるなというのを実感してます。もともとキメが細かくて、あまりシミとかおシワもない綺麗なお肌の方だったんですけれども、ちょっと気になるところが、水分が足りないなっていうね、感じがしまして、はい、これがもっともっと潤いのある細胞がぷっくりとふっくらとした細胞になるようなね、そういう施術ができ、そういうお肌になれたらいいなっておっしゃるので、うん、おすすめして6回目で本当に変わってきました、うんうんうん、施術者としても本当に嬉しいです。ありがとうございます。貴子さんはどうですか。はい、はい、私もですね、はい、本当乾燥肌が悩みだったので、だんだん変わってきて、で夏の間もですね、UV に負けずになんとか過ごせた感じがするので、はい、ここでですね、夏の疲れを癒していただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします、はい、それではよろしくお願いします、はい、それではちょっとしばらくお顔は、貴子さんのお顔は見れませんが、うん、はい、お願いしますやっていきたいと思います、はい、バミレスではアルカリのクリームとミネラルエッセンスでお肌の角質をこう取っていくんですね。だいたい20分強ぐらいかな、30分弱ぐらいの時間をかけて、お顔全体の、老化角質と言われている不要な角質を取っていきます。
ポイントはこのクリームとこのミネラルエッセンスなんですね。まあちょっとまずやりながら、お時間もないのでやりながら、あのカメラに向かっていろいろとご説明ください。はい、わかりました。お願いします。いや本当になんかツヤツヤしてきましたね。嬉しいです。いやまだです、まだです、まだですね、まだですね。美しさへの飽くなき、そうまだまだ、ね、まだまだですね。はい、お願いします、はい。ですが朝なんかねすごい、うん、朝晩とかすごい変わってきたっておっしゃってたから、うん、嬉しいです。肌触りが深くなりますね、うん、でしょ、うんうん、お肌のこうツヤ感も変わってきて、うん、ちょっと私の眼鏡取ります、うん、ツヤ感も、うん、違う、本当ツヤが出てきてる。ありがとうございます、はい、ではまずこのクリーム、はい、アルカリのこのクリームからつけていきます。これをお顔全体に塗布していくんですね。ちょっとカメラも意識したりして、見てください。見ますか。いやありがとうございます。今日ようやく約半年くらいですよね。ですね。ちょっと声ちっちゃいですね。そうですね、大きな声でお願いします。ちょっとカメラ、マイクが遠いので、はい、すみません。あ、そうですね、マイクね。ちょっとね、はい、設備がなかなかまだまだですが、はい、お願いします。このあれですよね、自分 TV ですか、うん、はい、私もテレビ出るなんてもう初めてなんで、もうびっくりです。いやよかった。いやネットテレビはね、はい、なんか手軽なようで、はい、皆さんねやってるのは知っていながらも、はい、どんな風にやってるんだろうって、なんかこうあんまり実感を持って目の前で見たことがないっていう方が多いんですけど、はい、うん、どこにでも行っちゃって撮れるという、ね、これ何回目ですか、この高子さんの。はい、私はですね、はい、まだこの間銀座の個展を開いた時の俳句展で初めて、はい、自分のスタジオ以外の場所で撮影したんですけれども、はい、あの時はですね、ちょっと音声がこう大勢、はい、思ったより人がたくさん集まってくださったので、はい、何人ぐらいいらっしゃったんですか。私も伺いましたけど、結局ですね、17、8名、20名弱の方が、あ、そうなんですね、来てくださって、すごい良かったです。10名だったのでね、衣笠さんも来てくださって、でちょっと音声のバランスがチェックできなくて、ちょっとね声が聞きづらかったので、残念だったんですが、今日は良かったですよ、ありがとうございます、いや今日はその反省で、はい、なるべく、大きな声で話していただきたいと、はい、わかりました。でマイクのある場所へ向かって、はい、お願いします。わかりました。すみません。もうこんな感じなんですか。はい、一個一個ねこうね、胸元につけたり、ちょっとね、テレビ局みたいな、ああいう風な曲撮りみたいにまだできないので、ちょっとセッティングマイクなので、はい、その辺をご協力お願いします。はい、わかりました、はい、今塗布が終わったので今度はホイップといって、はい、こうちょっと何て言うんですか、ホイップ、高子さんお好きなケーキ作りの時のホイップってありますよね、空気とこう混ぜ合わせるみたいな、そんな感じでまんべんなくこう塗布したものをこう空気となじませながら、なるほど、空気となじませて、はい、なじませてこうちょっと立たせるみたいな感じですかね。でこの後に実際に角質を取っていくので、それがより効果的になるように、今ホイップを全体的にやってます。はい、なるほど、はい、このワミレスの、ワミレス化粧品って皆さん多分ご存知ない方が多いんじゃないかなと思うんですね。今日はなんか宣伝していいとおっしゃってたので、あ、もうどん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 宣伝してください、はい、私実はこのワミレス化粧品って、30年ぐらい前に出会ったことがあるんです。もうずいぶん前ですよね。ずいぶん前なんです。まあ年齢は大体わかると思いますけど、たまたま、知り合いのね、知り合いかどうかちょっとそれすらも忘れてしまうくらい30何年前だから忘れてしまったんですけど、ちょうどなんかこれも出していいですかね、ファンケル化粧品さんとか、あと CAC 化粧品さんとかがちょうど出始めの頃で、で
本当にいい化粧品探してた時で、うん、その時にたまたま出会ったのがワミレスなんですね。で試供品みたいなのを使ったんです、うんうん、で名前がちょっと変わった名前だからすごい覚えてたんですけど使って、うん、あこの化粧品なかなかいいんじゃないなんて思ってたんですね、うんうん、思っててしばらく使ってたんだけど、うん、その時はあらテレビ消えてます。え消えてる、うん、消えてる。ほらいやそんなことはないと思います。大丈夫ですか、はい、画面映ってないですけど、はい、大丈夫ですかね。はい、はい、それは多分、うんはい、ちょっとですね、はい、マウスをちょっと触ってみていただけますか。マウス触ります。はい、はい、私が施術を入っちゃって ね, あねあそうですね、はい、大丈夫です。大丈夫です。見えますでしょうか。お願いします。ドッキリさせちゃいました。いやドッキリ風ですからね。ライブ中継でこれライブでしょ、すごい、何が起きるかわからないところがねまた面白いところなので。失礼します。たまに消えてても映ってると思います。わかりました。私機械音痴です。いやとんでもないとんでもない。あじゃあまあお時間たっぷりありますから、はい、失礼ですけども。あそんなこんなで、うん、そんなこんなで、うん、ちょっとこれこのまま持っていただいて、それでしばらく使ってて、まあお肌のトラブルも特にまだ若かったから、うん、あんまり気にしないでまた普通の、うん、普通の化粧品を使ってたんですね、うんうんうん、そしたらちょうど2年半ぐらい前に、うんうんうん、たまたま、うん、あの高円寺に、うん、今年齢出しちゃいますけど70代の方で、うん、50代58の時に、うん、そのワミレス化粧品さんのサロンを始めて、うん、高円寺駅前でもう十何年ぐらいもうバリバリお仕事されてる素敵な女性がいらっしゃるというのは私の知り合いの、お名前出さなくていいです ね,、うんうん、ね方からお聞きしてお会いして、うんうん、上野さんもこの間ね、うん、お会いになってましたけど、はいはい、その方からお話を聞いて、うんなんかファミレス化粧品なんですねっていうことで、私も30年前に知ってましたよっていうことで意気投合し、なおかつ施術をやはりお試しで受けたんですね。そしたら本当になんかお風呂を赤すりに行ったようなそんな気持ちになって、そんな感覚になって。あれどこでしたっけ、水道橋じゃなくて、あれね高円寺なんです。はい、長谷川さんのサロンが高円寺。あそうです、長谷川さんのサロンさん、はい、この間、うん、なんかすごい大会がありましたよね。大会ね、はい、うん、エステの大会、はい、あれは場所はどこだったんですか。あれはですね、はい、市ヶ谷の。市ヶ谷か。そうなんです、あれね1年に1回大会があって、この今やってる施術の大会なんですけど、はい、うんうん、何の大会かっていうと、うん、私たち技術者の技術チェックをやって、なおかつモデルさんたちの、うん、なんていうんですか、美しさもちゃんと採点を競うっていうか、うん、メイクまでちゃんとフルメイク、実は今日はもちろんこのエクスフォリエーションって言って、まあ、ピーリングの一種なんですけど、皆さんが馴染みの深い言葉で言うとピーリングって聞いたことありますよね。いや私はその辺ちょっと疎いんですよね。例えばお顔もそうですけど、うん、お肌もピーリングって言って、うん、老化角質って、人間ってやはり日々生きてますから新陳代謝をしてますよね、うん、お肌もと当然新陳代謝してるわけです、うん、そうすると新しい皮膚細胞が下からどん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 出てくると、うん、いらない細胞はこうなんていうんですかね、死んだ細胞となってしばらく表皮の上に乗っかってるんですけども、うん、それが剥がれていくんですね、うん、赤ちゃんなんか一番すごいですよね、うん、その新陳代謝がね、うん、それが加齢とともにだんだんこうなんていうんですか、この新陳代謝が鈍っていくんです、うんうん、それをピーリングというもので、うん、こう皮膚のね本当に表面のいらない角質を取っていくっていうのがピーリングって言われてるんですね。あ、ピーリング。ピーリング、はい。角質を取っていく、ね。角質を取っていく。なんですけど、はい、普通はあれですね、ピーリング剤とかそういう
化粧品のこうコーナーとかにもあります。うん、だそういう化粧用語なんですね。化粧用語ですね。あ、じゃあバビレスだけではなくて、うん、ピーリングといえば角質を取って、うん、そう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 、ある 老化防止じゃないけど活性化ですか。そうですね、古い細胞を早く、うん、あのこう自分の力では、うん、あの取っていけないから取るサイクルが遅くなっちゃうんですね。うん、若いとどん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 お肌がいつもいつも綺麗じゃないですか、活性化されて、うん、そのいらない老化角質を一月に1回サロンに通っていただいて、うん、取っていくんです。あ、はい、あ、それがちょうど1ヶ月に1回、うん、ちょうどそのまあお月様じゃないんだけれども、うん、だいたい1ヶ月周期で肌のサイクルが回るので、はい、それに合わせてっていうことなんですね。そうですね。で1ヶ月に1回じゃだんだんなくなるんですね。うん、それこそ20代とかね、10代の方は肌サイクル、まあ年齢でいうと20代、10代の方は肌サイクルが28日と言われてますけど、うん、今ほらあの日に焼けたり、うんね、そういう紫外線対策とかいろんなやっぱり皮膚に悪いこう、うん、まあ、良くない環境に生きてますよね、私たちってね。だからお若い方でも非常にお肌トラブルの方って多いんですね、今ね、うんうん、アレルギーとか ね、うん、ね、なので、うん、まあ、1ヶ月28日に1回っていうのが非常にこう、うん、一番いいサイクル、うん、お肌にとってはね、うんうん、だからそれに戻しましょうねっていうことで、うんうん、40日サイクル、50日サイクルの方もいるんですね、だんだんね。あ、だんだんと、うん、それだけいらない角質がお顔の上に乗っかってるってことです。乗っかったままになってるっていうことですね。うん、そうすると、うん、なんかちょっとくすんで透明感ないよねとかってい う, こう、うんうん、お悩みの方多いと思うんですけど、うん、そういうことなんですね。それを解消することができます。あ、うんうん、あ、くすみが取れてくるんですね。うん、そうです。おなのでそれを普通ご自宅とかでねピーリング剤っていうのはいろんなメーカーさん出してますから、うん、そういうのを使って、うん、まあ、クリームとかね、うんうん、取っていかれるんでしょうね。うん、ファミレスではこう今私がやっているように、うん、先ほど塗ったアルカリ弱アルカリのクリームを塗った後に、うん、今度は温泉ミネラルのたっぷり入ったこの酸性の液で中和させながら私のこの手で丁寧にこの表皮の表皮に溜まっている20層ぐらいある表皮の層のうちの上の 1、2層をこうやって取っていきます。なのですごくソフトです。おー、やはりこう、うん、ハンドパワーじゃないけれど、はい、技術がいるんですね。そうですね。そしてその方のお肌の状態も見ながら、うん、痛くないですよね、こうやって取ってても全然痛くない。すごくこうお肌も多分きっと気持ちいいと思うし、うん、こうなおかつ取ってる綺麗に取れますし、毛穴をこうちょっと広げて、うん、掃除をするだけよりも、うん、ずっとまた表面の角質が綺麗に取れるっていうのは、はい、いいですよね。そうですね、うん、あのね、毛穴のね掃除とまた違うんですよ、うん、これ違うんですよね。違うんです。似たような効果かなと思ったんだけど、うん、違うんですよね。角質そのものを取っていく、うん、そうなんですね、うんうんうん、だからあの、うん、何ですか、韓国エステってあるじゃないですか。ああ、はいはいはい、赤すり、行ったことあります？いや、私あれはね、うん、やったことはないんですけど、うんうん、なんかお試しみたいな感じで、やっぱり私も相当前かな、うん、20、30年前ですよね、うんうん、もう今となったらやりましたもんね。一旦、うん、珍しかった頃、そうそうそう、そうそう、ちょっとお試しみたいな感じで、はいはい、それでやってみたことありました。はい、どうでした？うん、なんかちょっと興味あったんだけど、うんうん、なんかね、いかにもなんか赤すりっぽいような、うん、あれ結構もうゴシゴシやりますよね。そうそうそう、その当時にしては過激な気がして、うんうん、あんまりやらなかったんですね。うん、ちょっと面白そうだなって思ったことがちょっとありましたね。うんうん、あそこまで全然過激、全く
ではないんですけど、このなんかやばい感じ、はい、ラミレスのこのピーリング、フェイシャルピーリングは、うんうん、本当にソフトに私のこの一本の指で、うん、お肌のこのね、上野さんのね、うんうん、お肌を感じながら撮っていくので、非常にとにかくソフトなんですね、うんうんうん、それとこのやはりピーリング剤っていうかね、先ほど言ったこのクリームとこの温泉ミネラルのたっぷり入ったこの酸性液、酸性の液で中和させながらね、絡め取っていくというのがここが味噌なんですよ。本当に綺麗に取りながら、取るだけじゃなくてミネラルをねたっぷりこの施術で入れていくっていうのがいいんですね。実は私も月に1回はお互いに技術者同士でこの角質取りエクスフォリエーションって言うんですけどね、ラミレスではね、あれですか、あのラミレスに素敵な銀座の、はい、オフィスというかビルですかね、ビルですね、ありますよね、はいはい、一棟全部ラミレスビルなんですか。そうなんです、ラミレスのね、素敵だったでしょ、ね、一回お邪魔したんですけれども、ね、素敵でしたよ ね、 ねサロン、うん、あれはね、うん、あのラミレスの、うん、あの本社ビルではないんですよ。ややこしいですね。ややこしい、銀座だけれども場所も最高なんだけれども、けど、うん、本社っていうか研究所とか本社さんは、あ、化粧品なので、うん、化粧品会社さんは横浜なんですけど、あの銀座のあのね、本当に八丁目のところにあるね、の新橋寄りですよね、あそこにあるのは10いくつあるファミレスの販売会社さんのうちの一つの本社直営の直結の販売会社さんのビルなんです。あ、すっごい素敵ですよ。素敵ですよ ね、 ね、銀座だし、綺麗だった。はい、こういう施術のねサロンもあるし、あと研修もある。ああ、そこでやるんですね、研修があるんです。うん、技術を磨いて、であと例えば上野さんとかこういうね施術受けてる方が、私メイクってメイク講習って一回受けてみたいなーなんて、いつもなんか自分のこう自前のメイクで何にもこうね冒険できないから、たまにはちょっとメイク講習受けてみたいわみたいなもね、ありますよ講座。あ、なるほど、すっごい安い、面白いですね。たった1000円ぐらいで半日教えていただけます。面白い。それどんな方でもできるんですか。できます、できます。今度一緒行きましょう。いや、それはちょっといいですね。うん、本当にいいですよ。面白そうだな。で、メイクもちゃんと使いたい方だよ。それもね、メイクやってもらうんじゃなくて自分でできる方法を教えてくれるんですよ。あー、なるほど、コツを。うん、コツを。だからこのワミレスさんの会社自体が、こう上野さんもね、ご自宅でもね、この月1回のこのエステと、サロンエステと、ご自宅でもね、朝晩ちゃんとケアしてと、ね、ローションを使って使ってらっしゃるじゃないですか、はい、そういう方用の、がもっともっと綺麗になるための、そのための、要するに、なんていうかセミナーっていうか研修っていうんですかね、なるほど。いや、ワミレスっていうのは、はい、じゃあ化粧品がもともとなんですか。そうですね、化粧品ですね。なるほど。ボディ全体、もちろん全体トータルだけれども、あの化粧品が元なんですね。そうですね、ワミレス化粧品ですね。じゃあやっぱりボディケアは、ボディケアはね、あのボディローション、クリーム出てますけど、すごいいいものが出てますけど、あの基本だからものづくりにこだわってる会社さんなんですね、で特にやっぱりフェイシャル化粧品、やっぱり化粧品が元なんですね、ですね。それとミネラルに特化してます。ミネラルの研究して30何年って感じですかね。だからミネラル化粧品も多分いっぱい世の中あると思うんですけど、やっぱお値段もね、
段がそれなりに安いというのと、うんうん、あの本当に内容が研究、ここの社長さんが、うんうんうん、本当にもともとが研究者さんだったんですね、うん、まあ、某有名化粧品会社の、うんうん、かなり日本でトップぐらいの、うんうんうん、そこの、うんうん、そこからまた某有名な、うんうんうんみたいな、ちょっと言えませんけどあんまりいろいろ言っちゃうといけませんから、うんうん、まあね、そういうのも立ち上げられたりして、うんうん、で本当に本当にお肌にいいもの、うん、いい化粧品を作って、うん、いきたいっていう、そういうやっぱり信念と情熱のもと作られた化粧品なので、うん、本当にこういかにいいものを安価に安くできるだけコストを抑えて消費者さんに提供できるかっていうところをやってらっしゃるっていうのはすごいね、すごいいいなとか思って、素晴らしい、うん、まあ、今度行きましょう一緒に、いいですね、あの研修セミナー教えてください、うん、ぜひぜひ、ジョイさん本当肌変わった徐々にですけどね、うんうん、でも私はですね、本当、うん、正直衣笠さんにもお話した通り、はいはい、あの天然物、はい、それこそヘチマ水のヘチマコロンだとか、はい、そういった天然のもので、うん、地肌を鍛えつつケアするっていう形をとってたんですね、うんうん、ちょっとそれがまたかっこいいなみたいな、うん、一時ね、そういう時代もありました。ちょっとモデルさんなんかもそういうシンプルに、はい、ありましたよ ね、でそういう形で地肌を過保護にしすぎないっていうケアをしてたんだけれども、やっぱり年とともに栄養分が足りないんじゃないかなって、油分と水分、そうですね、足りないんじゃないかなっていう感じで、このままだと小じわなっちゃいそうだなっていう恐怖感から、ね、衣笠さんに出会ったので、いやちょっとフェイシャルお願いしたいわって思ったんですよね、あのさすがです、さすがやっぱお肌のこととか美容とかすごいご興味のね、まあもともと、え、ジョジョさんって言っちゃった、いや、うん、大丈夫大丈夫、芝居やってたんでね、もともとね、そういうお芝居とかね、うん、女優さんやってらしたから、ご自分の美しさってとかすごいね、あのなことないんですよ、ケアされてたんですよね、いや、過去なんていうんですか、過激にね、うん、普通よりも過激に極端に使うので、うん、そうですよね、ライトとか、うんうん、いろんな意味で極端に使うじゃないですか、うんうん、なのであのシンプルに抑えてたんだけど、うん、あ、うん、そういうことですね、うん、そういう部分もあるんですよね、なるほどね、うんうん、なるほど、うん、でも、うん、栄養分もね、やっぱり補ってあげないと、うん、もうね、うん、その過度な栄養分を補う必要はないけれども、うん、本当に化粧品って毎日使うものだから、うん、本当に私たちってついつい安いのでいいかななんて思いがちじゃないですか、うんうんうん、だけど本当に毎日毎日お肌につけるものだから、うん、その高級なものをつけなさいじゃなくて、うん、本当にいいものをね、うん、つけていると、うん、やっぱこの先5年先、うん、10年先、うん、もう全然違います、うん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 、と長谷川さんが言ってました。ベテランどうも。ベテランだからもう15年やってらっしゃるから、うん、13年か、うん。もう全然違うって。ああ、それはいいですよね。いいですよね。このやはり衣笠さんのこの技術を、うんうん、こう やはりそのワミレスならワミレス、うんうんうん、やり方があるんでしょうね。そうですね。ワミレスのこの、うんうん、技術者はちゃんとやっぱり資格をもらって、うん、でちゃんと取って資格をいただいてやってるので、うん、でさっき言ったように、うん、あのだんだん自己流になりがちになるんですね、こうやって一人でやってるとね、うんうんうん、だから年に1回はそういう技術チェックの大会があるっていうところも、うん、真面目な会社だなって本当にそういう印象ですね、上野さん本本当に角質出るようになりましたね。あ、本当に、うん、こう違ってくるんですね、うん、これね、だんだんお肌に必要な栄養が入ってくると、
角質の出方が違ってくるんです。お出てるって感じ。あ、角質が出るんですか。はい、もちろんこれクリームとね、取りやすくなるっていうか、まあ、これはね体験してみないとわからない。本当にもう6回ぐらい受けてらっしゃるから、月1回ですからね。月1回ですからね、このミルミルク3回前ぐらいから変わってきましたね。お肌の違いが出てきましたよね。すごく見る見る、あとねこれってね、今本当はお顔と首この辺ましかやってないけど、あのブライダルの方だったらこのデコルテとかね、そっちまでもうできるんですよ。どっかで全身やったことがある、全身やってもらった方いるみたいだけど、結構それ大変だと思う。それは大変ですよね。手術者が大変。それはちょっと大変ですよね。そんなこと言っちゃいけない。だけど本当にお肌にソフトなので、でミネラルを入れながら老化角質取っていくので本当に綺麗になるし、回数を重ねれば重ねるほど綺麗になります。なるほど。いいな。本当に変わった。ファミレスの話ばっかりしててもなんなんで、上野さんの近況なる。いやこれでもやっていただいてる時にこう話しづらいじゃないですか。はい、あ、そっか。なんでね、どんどんね衣笠さんにいろいろ話していただけます。あ、そっかそっか。あ、それでそしたら助かるんです。わかりました。そうですね。失礼しました。いやいやいや、まあそんな感じですね。本当にまあ化粧品関連で言うと、そういうこうまあこのファミレスのこのフェイシャルのねピーリングシステム、ピーリングというのはエクスフォリエーションシステムで、月1回、ね、月1回っていうのがいいですね。通ってもらって、でこのクリスタルジョイがまたこう落ち着く空間。ありがとうございます。シックで、はい、ちょうどこうお願いするには落ち着いていいですよね。ありがとうございます。嬉しいです。ここはねクリスタルジョイっていうのは、その話をちょっといろいろ聞かせてください。あ、そうですか、うん、いつもクリスタルジョイっつってすごい喜んでいただいてるので、高子さんに上野さんにね、近くても最高ですよ。いつも高子さんにここで、あの施術の後に高子さん手作りのスイーツをいただきながら、なんかそれが元で、それが元でね、ここのレンタルルームをお借りするのが始まりだったんですけれども、ですよね、そのうちになんだか、あのエステになっちゃってね、本当に本当にそうです。なんか手土産風になっちゃいましたよ ね、ありがたいです。本当に美味しいものいただきながら、それでここのまあクリスタルジョイもね使っていただいて、実はここはですね、私がこうやってここを施術として使いながら、私もまあボディケアもやってますし、ここであと足で踏むマッサージもねちょっと宣伝しちゃいますけど、そこちょっと変わってますよね。はい、そこをやって、まあ私の好きなものだけをやってるというわがままな、本当にスペースでわがまま空間でやらせていただいて、で名前も、あのクリスタルジョイってつけました。かわいいですね。それは何かというと、うんうん、ここいくつか3つぐらい、あ、3つですね、アメジストと、あの水晶のクラスターと、あとクリスタルファウンテン、ローズコーツのクリスタルファウンテンを置いてるんですけど、もともとすごいクリスタルがね、マニアまでいかないですけどすごい好きで、なんかクリスタル好きだなと思って、クリスタルでできてるうちに住みたいなぐらい好きでちょっと変わってますけど、それで、あ、なんかクリスタルっていう名前つけたいなと思って、なんか透明感があってね、ちょっとキラキラしてて、なんか綺麗ですね。綺麗ですね。鉱物の世界っていいですよね。で、あ、クリスタルっていう名前つけようかなと思って、あとクリスタルだけじゃねーっていうことで、いろいろこう自分でいろいろ考えてて、やっぱりジョイだなと思ってそう、ジョイっていうのは
あのヒーリング系のことやってきたんですよ、うんうんうん、もう30年くらいそれこそ、うーん、ヒーリング系のことをこうプロじゃなくて受ける方で、うん、天使から、うん、前世リーディングから、うん、なんかこう何からかにまで、うん、なんか癒し系とかあと、うんうん、何ですかね、自己啓発からいろいろやってきて、うんうんうん、でまあちょっと一通りこうそういうのは終わったじゃないけど、まあお休みだなっていうところで、うん、あこれからは癒しも大切だけど、うん、やっぱり癒すために癒して終わりじゃなくて、うん、やっぱり楽しむ、うんうんうん、食も楽しむ、うん、マッサージも楽しむ、うん、ね、うん、趣味も楽しむ、うん、映画も楽しむ、人間関係も楽しむ、うん、夫婦関係も楽しい、私は独身ですけど、うんうんね、なんか全てこうジョイ喜び、うんうん、いや喜んで人生生きていけたらね、素敵だなと思って、うん、あの老若男女、うんうん、もう年齢も関係なく、うん、なんか本当に楽しい喜びのためにこうなんかできたらいいなと思って、うんうん、そういうスペースでここ使ってもらえたらいいんじゃないかなと思って、うん、まあ、自分も含めてね、うんうんうん、そんな時にやっぱり上野さんに会ったんですよ。もう楽しんでますもんね、へ、いや上野さんの印象で本当楽しんでる、うん、あ嬉しい、うん、あの、うん、ご自分のこのユーストリームもそうですね、うん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 、すごいなんかいつも楽しそう、あーよかった、うん、この間もね、うんうん、あのカフェ、うんうん、そうそう来てくださってカフェって言ってスペースで、そうですそうです、カフェですカフェです、ね、未宿のカフェに伺って、うんうん、また素敵な方とのね、いやいやいや、いや楽しかった、あれ本当楽しかったいや良かったです、本当楽しかった、三越さんも来ていただいてね、三越さんもいない、そう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 、三越さんも素晴らしい、面白い方ですよね、面白い、もう三越さんも真面目なので、うん、皆さんが来てくださったので、うん、もうちゃんとみんなで乾杯しましょうよなんて、ね、あの気さく、三越さんすごい気さく、本当いい方で、ね、面白かったですよね、ですね、どんな方かなとか思ってたんだけど、うん、非常に気さくで、うん、皆さん話が尽きないし、尽きない、あのままいたらあと2時間はいたと思います、うんうん、ずっともう朝までみたいな、そうだけどお料理作ってくれたご主人がさすがもうちょっとなんかうとうとしちゃうからみたいな、もう遅かったんでね、いや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 全然全然、本当に本当にね、いい回でした、あれよかったですよね、楽しかった、そう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 、あれもジョイです、良かったです、本当良かったです、本当良かった、ミルキーさん、うん、ミルキーさん来てくださって、すごい、まだこの初めて、はい、あの交流関係の皆さんの中に初めて交じって、うん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 、そうなんですか、ミルキーさんなんかミルキーさんの気さくであんな綺麗なのに、お綺麗なのに、そう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 、ね、やっぱりお綺麗ですよね、お綺麗で若いし、な、うん、のにあの気さくさがね、そう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 、それで、うん、俳句のお友達のねお知り合いだったので、はい、この交流関係、あ、このあ、そういろんな交流会の方々とは、はい、ちょっとまた別ルートなので、あ、そうなんですね、そうなんですよ、本当に初めての顔合わせで、そうなんだ、そうなんです、うん、だから皆さんもよく行ってみると、うん、どっかで会ったかもしれないっていうようなことよくあるじゃないですか、うんうんうん、あとお話聞いてますとか、はい、うん、でも本当に初めての顔合わせだったので、あ、そうなんですね、そうなんですよね、あ、だからそれは、うん、面白かったです、うん、もう自己紹介ももう延々話が尽きないような感じだったし、うん、ねえ、あっという間でした、うん、あっという間でしたね、やっぱりあれですよ、たか子さんの人間関係で、うん、あの初めて、私たち初めてでしたけど、本当初めてなんですよ、たか子さんがつないでいただいてるので、違うなと思った、いや本当に初めてだったんです、ユーストリームでだんだんああいう食事会だとか、うんうん、いろんな顔合わせでも、はい、何でも、うん、いろいろその方その方に合わせて、うん、こう交流会したり、うん、食事会したり、うん、もうできたらいいなと思ってるんですよ、うんうん、もう初めてだったので、うんうん、私も年末の忙しい最中に、うんうんうん、もう無理くり立ち上げたようなところがあったので、うんうん、あ、そうなんですね、そうなんですよ、それで、う
まあ、夏になってやっと初めて、うんうん交流会、うん、食事会、はい、までできたので、お少しずつ少しずつ、うん広げていかなくちゃと思ってるんですけど、うんうん、またぜひ近いのでね、ぜひ本当に近いですから、うん、もうすぐ今度20分、はい、もうすぐ24日が、はい、あのゲストの日ですので、はい、そうですね、9月24日お願いします。もういろいろとあのお話楽しみにしております。こちらこそです。本当に今日は本当無理にねジョイにお邪魔してしまって、いいえもうお忙しいのに申し訳ないです。ありがたいです。本当お忙しいからね。何してるんですかね。いや本当に高橋さんもいろいろ勉強されてるから。あ今度ね明日からね、ちょっと神戸行ってきます。あすごいな。それ何かっていうとね今度高橋さんでやらせて。あのね何ちょっと面白いこと言ってくるから。あの今ほら。何ですか。いやちょっとワミレスの、まあ、とまた違うの。あのぼあのほら今私だからワミレスと。うんうんアロマボディアロマねボディケアアロマねボディアロマたち、はいはい、ボディの方はアロマなんですねアロマなんですよ、うんうん、もうそれ最高なんですけど、うんうん、あの失礼しますやるんですけど、はい、待ってくださいね、はいはいうん、ボディはアロマなんですけど、うん、それとその足踏みもやってんですけど、うんうん、さっき言ったその3つ以外のね、うん、4つ目が勉強しに行くんです、うん4つ目何なんですかなんかねもうねちょっとまあフェイシャルもやってるしボディもやってるしちょっとどうですか今言っちゃっていいんですかこうそんなになんか次と差し支えなかったらそれ24日の楽しみでしょうかそうしますか。だってまだ行ってないから。あ、そうか。これからか。いやでも楽しみですね。はい、何かじゃあそのエステ系なんですか。失礼します。内面ですか。内面じゃないです。あのボディの方ですけど。へえ。ボディ、うん。しっとりですか。はい。もうしっとりでミネラルもたっぷり入ってますから。あ、ミネラルが入ってる。もう。ピーリングって言ってもこう本当になんていうのかな、うん、これは話飛びますけどねすいませんね、はい、あのミネラル施術です本当ミネラルをどれだけお肌にビタミンがいいってすごい聞きますよねビタミン C がいいよとか、うん、もうビタミンももちろん入ってますよ、うん、だけどもうミネラルにとミネラルを研究してきた会社なので、うん、あのビタミンはもちろんミネラルを入れた施術なんです、うん、ほとんどの化粧品ミネラルはポイントなんですね、うん、ポイントで入れてる化粧品なのでこの施術を受けると一月に1回ね、うん、ちゃんと肌に必要なミネラルを入れていきますうんでだんだんそれが当たり前になっていくのでお肌としてはね、うんうんうん、そういう細胞をちゃんと作っていけるようになるんですね、うんでナノテクでもやってるので表皮だけを潤してるわけじゃないのでそうしていると、うんうん、今一番表面の 1,2 層のいらない角質を取ったから、うん、あのお肌としてはお肌ってすごく感じるんですっていろんなものが表皮って、うんうんうん、一番上のなくなったよって言って、うん、あの指令を出すらしいんですね、うんうん、なくなったら困るよっつって、うん指令が行くんですね下の方の細胞に、うんうん、母細胞っていうんですけど、うん、そこに行って、うん、新しい細胞すぐ作ってっつって、うんうん、お母さん細胞が頑張って作るんですうんそういうシステムになってるのでそこにちゃんとこれだけのミネラル入れてるから、うん、ビタミンミネラル、うん、いい細胞が、うん、あのいい、まあ、いい材料を、うんいい材料を使って、うん、いいこう細胞を作っていく、うん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 、そういう風になってる、うんうん、なのでこう、うんうん、ちょうどこの、うんうん、ね肌がある意味無防備になってる状態ではあるけども、うん、それが下の方に指令がいって、うん、はい今いいの作りますよっていうね、うん、いい情報っていうかいいあの
ミネラル成分、肌にいいものが入ってきてるから今だっつって、もう今からもうスタートしてますから、お肌のこの細胞作りがね、皮膚細胞作りがもう始まっちゃってますので、あとはもう寝てるだけっていう、そんな感じですか。これは喋れませんね。もう喋れませんね、しばらく。どうしましょう、喋れるように。いいですか。聞こえなくはないけど、ちょっと聞こえない。だからラップで、これはちょっと喋れる。そうですね、ちょっと喋れないですね。はい、耳も、私はよく聞こえないですね。耳も聞こえないですね。よく聞こえない。どうしましょう、これ。もう、あの、キネガサさんに自由に。この状態で、これ、目隠ししちゃいますけど、寝ちゃいま、はい、寝ないでくださいね。はい。これで10分ほど。はい。はい。この状態で、たかこさんを寝かせないように話していたいと思います。たかこさんのだけど声聞こえますよ。聞こえますか？聞こえます。でもこれじゃマイクは拾えないかもしれない。あ、これじゃマイク拾えない。今ね、もうすごい状態になってます。はい、一体誰がここに横たわっているのかわからない。もうこれ大変な戦いか、フランキンしたいから。フランキン、そうですね。これ一体何してるんだっていう状態で。ここから見た方は何してるんだって、恐ろしいっていう状態になっちゃうと思いますけども、はい、うん、ちょっとだけ一瞬、そうなんですけど、今から10分、このまま映像は、そのままで、わかりました。あの、もしよろしかったら何か衣笠さんがお好きにおしゃべりください。はい、これで10分なんですね。そうなんです。10分なんです。これこの時にミネラルをこう染み込ませるわけでしょうか。そうですね。お肌に補充。あ、これはね。はい。あとこの実はパックっていうのは、はい、あれなんです。ミネラルももちろん入っていきますけれども、やっぱりエクスフォリエーションで。ちょっとこう老化角質を取ってしまっているので、お肌が少し無防備な状態になっているんです。傷はついていませんけれども、それを鎮静させるパックです。これ、あの、変な話、傷とかも言っちゃいけないけど、傷も治るぐらいのそういう成分のものです。なので、それをこう必ずこのエクスフォリエーションの後にはやります。これをやってお肌を整える、鎮静と整える、これ両方やってます。なので、私なんかはこれ朝ケア毎日、ピーリングは、あの、エクスフォリエーションは月1回お互いに施術者同士でやるんですけど、このパックですね、パックの、パック用の何て言うんですかね、化粧水、あ、ちょっと今見当たらない、ね、このシー液っていうこれなんですけど、これか、このシー液っていうね、これはもうこれも優れもので、私は、あの、毎日化粧をする、お顔を洗った後、お顔を洗った後にこれまずつけて、それからデイリーケア、クリームと化粧水、または今はミネラルラインっていう、一番ちょっとだけ普通のよりお高いやつ、ちょっと年齢も年齢なんで、ちょっと今はそっちに変えてます。そしたら、そのミネラルラインっていう、化粧水は、これが化粧水で、ちょっと宣伝コーナーになっちゃいましたけど、そしてこの化粧水の後にこのクリームをつけますけど、これね、浸透するの、お肌に浸透して、ナノテクで作られてるので、あの、お肌の細胞の中に浸透していくお化粧品を今使ってるので、まあ、正直最初半信半疑で本当かなってね、
技術者なのに思ってましたが、うん、やっぱり実感できます。お、実感、うん、すごい実感。今までは普通のやつ、これももう最高ですけど、ベーシックラインって言ってこれを使ってたんですけど、うんうん、それはお肌のpHを、肌バランスを正常に保つっていうか、正常にこう戻す化粧水ね、うん、化粧水とミネラルクリームのペアで使ってましたけど、それはそれでもう1年以上使ってたので、すごいお肌がこうお肌トラブルがない、冬場なのにかさつかない、そういう肌になりましたね。だけどそれは表面的なケア、うん、でやっぱりある程度あのなんていうかな、お肌の、まあ、分かりやすく言うとお肌を作ってるこの細胞をふっくらさせたいっていうか、ね、若くさせたいんであれば、やっぱり浸透させられるような、浸透するようなものを使っていくといいねって言われて、ってちょっと考えて、じゃあ一回使ってみようと思って、それで使ってみました。まあいろいろラインは3つあるけど、それはまたお肌の状態と。起きてますか？うつらうつらしますよね。うん、はい、まあそういう状態で、うん、あの考えていかれたらいいなと思います。うん、それは、はい、一番大切なのは お肌の状態をね、やっぱり見ていくっていうことと、うん、あの使われてる方か、ここに通ってる方が、うん、ご自分のお肌にすごく関心を持ってあげる、うん、ね、上野さんみたいにね、うん、そうするとどんどんお肌変わりますので、うん、はい、マッサージ、寝ないようにマッサージ、はい、はい、やっぱり上野さんもそういうこう今は俳句やってらっしゃるし、もともと劇団のね、うんうん、某下北沢のあれそれ言っていいんですか？そう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 、某下北沢の本田劇場、そう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 、でね、女優さんをずっと俳優さん、女優さんやってらっしゃる、昔ですけど ね本当に表現、うんうん、表現する人なんだなと思って、いやいやいや、素敵だなと思った。だけどやっぱり常に表現することに関わってらっしゃる、うんうんうん、だなと思って、うんうんうん、いや俳句もね、うん、やはり一つ一つの言葉を使った表現ですから、うんうん、面白いです、ね、ですよね、あのたった五七五のね、うん、短い中に、うん、今テレビでね、俳句をこうやってる、指南してる、うん、40代か50代の方かなね、うん、女性の方いらっしゃいますよね、結構はっきり言う人、うん、わかりました、わかりました、あの方最近その方、あの、うん、多分いつきさんだと思うんですけど、うん、いつき先生っていう方は、はい、もうちょっと多分年は先輩じゃないかと思うんですが、うんうん、いらっしゃいます、いらっしゃいます、うん、俳句の先生で、なんかね、私あんまりこうそういう感性が正直言うとね、うん、なかったんですよ、あんまりなかったの。いやそんなことないですよ。そうなの？うん、なかったの？なんかあの景気会の時もいろいろお話聞いてると、うんうん、いや全然そんなことないですよ。どうですか？なんかこう内面的にいろいろとこう勉強されたりするのも好きだし、うん、もう全然俳句言葉にして、うん、出してみると、うん、全然いいんじゃないかな、うん、でこれからのテーマだわ、うん、そうですよ、うん、もうね、だからジョイでしょ、それでもう表現するね、うんうん、だからもう高子さんって本当にやっぱ表現がすることに慣れてるのね、当たり前なんだねきっとね。いやどうなのかな、だからね、あいいなと思って、うんうん、私もちょっとやってみてください。俳句、今俳句大会やってますので、うんうん、もうすぐ発表会もあるしね、うんうんうん、ぜひ一句、ぜひ一句、今日今
のユースト、うんうんうん、なんて言ったらいいんですかね、出演ですよね、初のユースト、うん、なんかちょっと違うな、あー、うん、あー、うん、番組ネットテレビ、あー、やっぱ嬉しか、嬉しいからね、ドキドキしたけど、ドキドキしたけど嬉しいから、嬉しい、あー嬉しい、初のユースト、何でしょうか、最後のね、決め言葉、決め言葉、決め言葉大切、うん、あー嬉しい、初のユースト、うん、秋の朝とか、あー、あ、なるほどさすが、そういうちょっとした季語を入れていただくとか、あー、そういうことですね、うんうん、秋始めとか、うん、秋始めね、季語、うんうん、を入れるってそういうことなんですね、そう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 、あ、そうなんです、そうなんです、うん、そうか、そうそう、はい、じゃあちょっと時間を、はい、10分で、はい、はい、秋らしく、秋らしくね、涼しくなりましたよね、本当ですね、急にね、なりましたね、そうそうそう、うん、いや、一句、さっきの一句いいじゃないですか、うん、あー、嬉しい、うん、初のユースと秋の朝、秋の朝、いいなぁ、いいですね、こんな風に作っていいんだなぁと思った、簡単ですよね、こう、こうお話ししながら、うん、おしゃべりしながら、うん、自分の言葉で作っていく、うん、それがやっぱり一番楽しいですよね、楽しいです ね、うん、で、自分の句になるじゃないですか、うんうん、なりますね、うん、なんか、うん、あれだったんですよ、うん、なんか人の言葉をうまく綺麗に使うより、うんうん、自分が思ったままをこうおしゃべりするような感覚で、うん、五七五にまとめていく、うん、そうすると自分の句になるので、うん、作ってても楽しいじゃないですか、うん、楽しいですね、うんうん、あとなんていうのかな、あ、今日はね、たか子さんね、うん、さっきのみんな、はい、今日ユーストリームに来てご招待していただいたので、はい、今日は、はい、ファミレスの最高のミネラルラインの、はい、ミネラルラインのクリームをこの後つけさせていただきたいと思います。そういいんでしょうか。もちろんです。へー、ありがとうございます。はい、すごいいいんですよ、本当にいいんですよ。いや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 、なんか私ちゃんとお支払いもしますので、うん、とんでもございません、それは結構でございます。嘘、じゃあこれ、ありがとうございます、すごいな、普通これを使うといくらなんですか。そんなにね、うん、いや、1本全部使うわけじゃないので、うんうん、大丈夫なんですよ。大丈夫なんですか。はい、いや、ありがとうございます。だけど普通のベーシックラインの、うん、化粧水が倍で、うん、クリーム倍ちょっと、3倍までいかないですけど、まあ、そんなもんですよ、うん、そんな高くないんです。いや、なんかもしよかったら、ファミレス自体が、うん、もしもご迷惑じゃなかったら、うんうんうん、私もこのコース、うん、フェイシャルも、うんうん、案外こう割と会員価格だけど、うんうん、手軽な方だと思うんですよ。ですね、私も昔エステシャン30年ぐらい前に2年半やってたから、うんね、昔からね、やられてたらすごい高いじゃないですか。うん、高いです、うん、だからここのは安いと思う、ね、会員にさえ なれば、うんうん、すごく手軽じゃないですか。ですね、うん、宣伝してください。はい、フェイシャルコースすごいお得ですよね。お得ですね、これね、うん、本当にお得だと思います、うん、4200円でしたっけ、会員価格で。会員価格で、うん、会員っていうのは要は、うん、この月1回の、うん、クリームとかね、そういう全部、うん、そう材料を買ったり、材料を最初買っていただくんですね。そうそうそう、そういうことがあるからですね、最初ね、この、うん、月1回の施術用のこの材料ね、うん、機材をさっき言ったクリーム、アルカリ、弱アルカリクリーム、うん、酸性のミネラルエッセンス、うん、ほら、お肌ってこれだけでしっとり、いいですね、しっとり。ちょっと待ってくださいね、施術しながらなんでね、いや、だけど、あこさん、綺麗、本当に綺麗。ちょっと開き直りで、いいです。いえいえいえ、開き直りじゃなくて、綺麗ですよ、やっぱり。
違う。でお肌がどんどんね変わってきてる。うん。お世辞じゃなくてすごくね、あ綺麗。私もだから、うん、本当にねやってくと、あこんなに変わるんだなーってのがそれがすごい嬉しい。やってて、うん、少しずつでもね、うん、やっぱり変わりますよね、うん、劇的に変わっちゃったらそれ一体何入れてんのって話になっちゃうじゃないですかね、反対に怖いって、うんうんうん、そんな何入れてるのそこにっていうね、うんうん、やっぱりね、うん、本当に何でもそうですけど、うん、1ヶ月3ヶ月とかね、うん、3週間とか本当に3のつくわけじゃないですけど、うんうんうん、あのね、このクリームはね本当ね中に浸透してくるクリームなんですよ、化粧水も、うん、おだからお肌の細胞自体が変わってくるので、いつもよりも、はい、一段と、うん、本当に。でちょっとこのままねしばらく、はい、またもうちょっと浮くんですね、浸透させます。浸透させてこの後に、漢方配合のオイル、うん、オイルがあるんですよ、これか。このオイルでお肌をさらに鎮静、新生活、まあ、もうトラブルはもう5、6回されてるのでないのでこれでやっていきますけど、だいたいそうですね、さっきの話に戻りますけど、機材とこのオイルとセット、あと化粧水ですね、最後にね、パックとかで使う新生パックでこれも使いますので、約だいたい3万もそれでもかかんないんですよ。あ、最初にね、最初で、うんうんうん、それだってもしかして安い、安いよね、うん、普通違うもんね、会員、うん、メンバー更新とか入会とか、うん、その度に結構かかりますからね、かかりますそうでもね、うん、全然いらない、それは、うんうん、とにかく自分の使う機材を買っていただく、3万ぐらいかな、うんうんうん、3万弱ぐらいで買っていただいて、うん、あとやはりご自宅で、うん、あの月1回のエステにね通うだけだったら、うん、8400円か1回の施術が。あ、そうそうそう、高子さんみたいに、うん、ホームケアで化粧品をね、うん、ご自宅で使っていただく方は、うん、4000円、そうですよね、200円1回の施術、そうですよね、ぐっと安いですよね、ぐっと安いの、うん、すごいお得ですよね、うん、なんでかっていうと、うん、まあ、基本化もちろんエステだけでも全然いいと思いますよ、月1回もね、うんうんうん、老化角質取りたいわという方はいいと思います、それで、うん、ね、うん、それでも8000円、8000円でもう安いですよね、はい、もう安いと思います、うんうんうん、ね、あとだからご自宅で自分も、うん、まあ、化粧品を使って、うん、より、まあ、相乗効果ですよね、ホームケアと、うんうん、あのサロンケアね、高子さんみたいにね、うん、そういった方はあのより早く綺麗になれるけど、まあ、事情があって私エステだけでいいわっていうのも全然 OK です、うん、はい、そうですよね、うんうん、お得、いや、おすすめです、これは。ありがとうございます。かこさんはほらね、いろんな綺麗になることをやってるから、いや、そんなことないですよ、考えて抜きなんで、うん、いや、綺麗になるね、とこも多分行ってらっしゃると思う、いや、こちらはね、うん、あの三軒茶に私住んでて近いじゃないですか、うん、はい、いや、こういう立地もちょうどいいし、うん、近いのもいいですね、ね、いいですよね、近いのってポイントですね、そうそうそう、通いやすい、うんうんうん、だから続けられるっていうのがポイントですよね、うんうん、ですね、わかります、何でもそうですね、そうなんです、遠いとね、ちょっとね、めんどくさくなってくるのね、まあ、ご近所付き合いですか、はい、蒸してるんですね、はい、少しこの浸透させたいので、ちょっと上のこれも切っちゃいます、はい、気をつけください、はい、カメラ大丈夫か、カメラね、カメラ大丈夫です、はい、カメラは蒸気大丈夫なんですか、直接当たってなければ、あ、当たってないです、うんうん、少しぐらい大丈夫、はい、うとうとしながら話すの結構辛いですね、うん、これ何分ぐらいですか、これ今ちょっと蒸気2、3分にします、はい、そして、はい、あのオイルの方やっていきます、
10時45分です。はい、話がなんか本当にあちこちしちゃいます。たかこさんが喋れないから私がなんかまた喋ろう。どうぞどうぞ言ってください。何話してました。今はエステの方のね、そういやお得なんでコマーシャルさせていただいたんで、いやもうどん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 本当にお得ですのでね、はい、それはもうはい、ね、予約制なんですか。そうですね、予約でお願いしてます、うん、それはホームページからなんでしょうか。あ、それはですね、電話です。あ、電話なんですか。ホームページがクリスタルジョイしかないんです。エステの方の予約がないので、あ、予約は電話にてです。なるほど、はい、じゃあジョイのホームページに電話番号とか載ってるんですか。そうですね、これ今度ホームページ作ったのでそこにこういろいろ載っけていきますので、うん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 、情報とか発信もしていきますので、うんうんうん、それこそ高子さんのね、9月もそういうのも乗っけていくようにしますので、ぜひぜひ、それで教えてください。せっかくね、作ってもらったので、うん、ね、なんかそうですよね、うん、夏の頃にリニューアルしてホームページを作られて、そうなんです。あ、お教えしましたっけ。聞きました、聞きました、ね、うん、ぜひ乗っけていきますので、そこでご予約いただければいいかなと思います、うん、そうですよね、うん、今現在が直接お電話ということなんですね、うん、はい、そうですね、なるほど、はい、じゃあクリスタルジョイで検索すれば、はい、ご連絡先も載ってるんですね、はいはい、あ、なるほど、で徐々に載せていく予定であると、いろんな情報ね、はい、わかりました。あ、それで、なんだっけ、その神戸のね、神戸のはやっぱりだけど今言わない、ごめんなさい、ちょっともったいぶった話ですね。もったいぶった話ですけど、やっぱり戻ってきて24日にします。ダイエットですか。違うんですよ、そういうことじゃない、ないんですよ、ちょっとね、私だからちょっとあのボディーアート系なんですけど、ちょっとまあお待ちください。私も本しか読んでないから、果たしてどんなものなのかなっていうのをね、あの興味津々でいくもので、はい、また戻ったら24日に、はい、連休明けですので、連休明けにぜひお話しさせてください。じゃあそれちょっと楽しみにしてますので、はい、それがうちの、あの私の、あのメニューに一つ、四つ目のメニューに加わるかもしれないので。ああ、なるほど、そういうまた新たなチャレンジなんですね、うん、はい、そうですね、すごいな、はい、だから、たかこさんのいろいろチャレンジ、楽しみ、自分の好きなことにチャレンジすごい、いや、それは楽しみですね、はい、あ、じゃあ24日その話をぜひお願いします、はいはい、っていうのが今日ほとんど喋ってしまったから喋ることがないかなっていや、なんかもうすいません、実況なんてね、ライブで長々と、はい、お邪魔しておりまして、ね、本当にそうなんです。だからもう、うん、取っとかない、お肌がもうほんとこうやり終わったすぐっていうのはプリプリですよね、うん、プリプリと、あともう中がもうほんと柔らかくなってる、おだけどもうほんとミネラルたっぷり入ってるからお肌が、これで1ヶ月の間にこう吸収されていくわけですね、うん、それであの母細胞って言って、うん、あの細胞を作る幹のとこが、そこが、うん、あの栄養もらって、あ、いい栄養が来たっつって、要するに材料ですね、うんうんうん、いいの作るわっつって作っていくわけですよね、ええ、あ、どんどん作っていく、ね、作っていくというのが、表皮のもともとあった古いやつでもあったものあったじゃないですか、なんかこう変な話だけど赤でも取るとなんか寒々しいような、なんか足りないような感じするじゃないですか、あんまりこすったりするとヒリヒリしますね、しますけど全然それないでしょ、うん、ないですよね、本当にソフトに私のこの指でやってるだけなので、あのクリームと弱アルカリクリームと酸性のミネラル水、温泉水、温泉ミネラル水で取ってるだけだから、で今日あの一番最高のラインのクリーム入れました。化粧水も違う、肌にグッと浸透してますから、やったー、はあ、やったー、やったー、やりましたー、やりましたー、やりました。1ヶ月違うかしら。違います。嬉しいなー、はい、
ってます。わー、たかこさんの横顔が、おー、お肌の変化もわかるかしら、わかるかしら、わかるといいな、わかるといいですね。じゃあオイルマッサージ、はい、このね漢方配合の鎮静と、はい、まあ、肌を整えるオイルのマッサージをしていきます、はい、まずオイルトップからねしていきます、はい、このねオイルマッサージは、このね、今のオイルがなくなったら、だいたいこれ6、7回持つんですね。ちょっと結構持ってますね。だからさっき言いましたけど、だいたいこの1回機材を買ったら、あの1年持ちます。この約3万円の機材がね、1年持つんですよ、約ね。で、まあ、このオイルは1年持たない、8回ぐらいで終わっちゃうけど、それでも全然ね、それでこの施術が受けられるわけですから、すごいいいと思いますよ。で、これの高子さん、このオイルはあと2回ぐらいかな、でなくなったら今度はお肌をプリプリにする、そういうあのもう一つオイルがあるんですね。はい、もうほとんどの人は最初はこっちから入ります、あのそれなりのこうやはりトラブルがあまりないようにね、表面的なところのこう整えるのをやっていくんですね。それをだいたい半年間ぐらいやったら、今度はあの細胞の中に入っていけるようにやっていきます。そういうこうオイルを使っていきますね。そうすると、そう、強いやつ、浸透性が強いやつ。要するに、まあ、分かりやすい言葉で言うとプリプリ感をね出すようなものでやっていきますので、これね、まあ、基本女性でもちろんやってますけど、男性の方もやってますからね。あ、うちはやってないですけど、まあ、男性美容もねブームになってるし、ね、銀座店なんか男性もいらしてますもんね、若い男性なんかも結構今ね、あの多いですよ ね、 ご自分のこうやっぱりあれなのかな、肌が荒れたりするので、そういうトラブルをなくしたいのが発端なんですかね。男性ですか、男性は女性のおしゃれ、ただおしゃれっていう感覚より、なんか肌のトラブルなくしたいとか、印象を変えたいとか、印象が変えたいとか、やっぱり男性昔ほらニキビ面でも汗かいててもね、髪もどうでもいいっていうね、まあいつの時代の話なんだっていうこともあるけど、今の男性はそれこそ脱毛するくらいだから、女性が嫌がるってことでね、あの女性好みの男性になろうとしてるのかな、わかんないですけど、だから綺麗なね、綺麗に清潔な人が、清潔好きっていうか、綺麗さを求める男性が多くないですか、なんかやっぱ美しい人多いですよね今。そうですね、だからエステなんかもね、私それこそ20年ぐらい30年ぐらい前にエステに勤めてたことがあったので、その時男性いらしてましたよ。いらしてた、
あのだけどどっちかというと年の人だった。やっぱり老けたくないっていう気持ちが大きいのかな。アンチエイジングですかね。ですかね。あとやっぱり余裕があるんでしょうね。どっちかっていうとね、その頃はね、今はもう、メンズエステっていうのだけのサロンもあるくらいだから。この角質取りはだけどね、男性なんか絶対いいですよ。肌が変わりやすい、男性は。普段やってないせいもあるし、あのお肌もやっぱ硬い人が多いから、月1回取っていくだけでも、本当に女性のような繊細なこう、あれはないのでね、ああトラブルが起きたりとか、やっぱその辺は男女差がね、お肌って現れますよね。あとね、男性ってこう、まあ、今の若い人はね、男性化粧品使ってるけど、オロナインとか髭剃りあたりにやっぱり使ったりとかっていう、そのままあの延長でクリームだけつけてるみたいな男性もいたりするくらいだから、あのお肌がゴワゴワになっちゃってるっていうか、すごい変わります。ご主人いかがですか？いやなんかうちは油性っていうかスポーツ系だから。ああそうですか。なんかつけてますけどね、汗をかくし、でも強いんじゃないかな。ここね、ベッドが2つあったらね、奥さんと旦那さんとペアでできるんだけど、ここは1つしかね、ないので。いやうちのはケアでやるっていうよりも、スポーツの疲れを取るためにマッサージとか、そういった、いいね、本当に、筋肉の疲れを取るためのマッサージはよくやってますね。やってる。よくジムにそういうチケット割引なんかあったりするじゃないですか。そういうので行ったりとかして、マッサージ系はよくやってるけれど、お肌まではな、まあまあそれが一般的なあれですよね。まず女性から、まあ髭剃り負けしないようにしてるぐらいのもんなんじゃないんですかね。まあちょっとわからないけれども、失礼しました、プライベートなことまで。いや一応挟んじゃいました。とんでもない、とんでもない。あ、で、なんだっけな、ジョイの話、ジョイの話ですね。ということで、ここは本当に話が数十分前に戻りますけれども、まあそういった駅からすごい近いんです、ここ。そうですよね、立地がいいですよね。はい、駅から徒歩1分です。近いので、近さと、あとワンルームなんですけど、大きなテーブルが、ガラスのテーブルがありまして、6人掛けですね。だからそう、セミナーとかにもご活用できるかなって思うし、個人カウンセリング的なので使ってる方結構多いです。セラピー的なこととか、あと何ですかね、占いみたいな、そういう感じとかね、なんかそういうので使ってる方結構多いですかね。あと私みたいにこういうボディーワークとかフェイシャルとか、施術ができるっていうのがいいんですよね。特徴ですよね。狭いですけど、広さ的にはまあ施術だったらいいのかな。全然。あとまあちょっと本当狭いですけど、緑を意識してるのと、この癒し系のスペースでね、明るいですもんね、窓がね、見晴らしがいいので、なんかその辺のこうリラックスしたムードで、そういうセミナーとか、個人カウンセリングとか、ボディーワーク、フェイシャルケアとかをやるにはすごくいいんじゃないかなと
思っております。いいですよ。はい。力近いっていうのはいいですよね。いいですね。それがいいなと自分で思ってます。ね、レンタルルームですからね。やっぱり最適ですよね。このまましばらく寝ててください。今11時になりました。このまま5分。浸透させます、この間もちょっと何か喋る必要がありますね。視聴者の方のために。そうですね、はい、これはあれですね、はい、いろいろクリームを塗ったり、はいはい、そして浸透させるためにちょっと時間を置いたりするんですね、はいはい、するんですね、普段あまり気づかずにお願いしてきたけど、はい、案外時間かかってたんですね。案外時間かかってたんですよ、実は。ね、そうなんですね、はい、そうなんです。2時間ちょっとぐらいかなーなんて思って、だいたい今日始めたのが9時、そうですね、2時間丸2時間ぐらいはかかりますね。かかりますよね、はい、10時にはなってなかったかな。なってなかった。始めたのが9時半、はい、10時、セッティング終わった状態がほとんど半だったんですけど、うんうん、ただすぐ始められないで、音声チェックだとかいろいろしてたんで、はいはいはい、まあ10時ちょっと前ぐらいだったんですかね、はい、っていうことは、そしたら今2時間はかからないですね。1時間、早めにそこでやると1時間半ですね、1時間半、1時間半、ね、だけどそれだともうすごくこう慌てちゃう感じになっちゃうから、うやっぱり1時間45分見てもらったら。なるほど、はい、ね、まあ、だから結局2時間ぐらいですね、お茶したり ね、 ね、そうですね、やっぱりゆっくりもね、慌ただしくやっても、そうですね、せっかく来てるのに、お肌にとって副交感神経リラクゼーションっていうのはすごい大切なので。あ、なるほど、はい、あ、またまた次が忙しいわなんてなってると結構ね、うん、せっかくの時間がもったいない。もちろん効果はねなくはないんですけど、全然 より効果をって考えたら、やっぱりゆったりとね、やるってすごい大切ですよね。なるほど、うん、あ、こうして浸透させたり、浸透させたり、うん、もうちゃんとだから復習すると来ていただいて、最初ミネラルの、うん、弱アルカリのクリームをつけて、うん、あのお肌をちょっとやっぱ柔らかくもするんですね。そしてでそのクリームを、あの酸性の温泉ミネラルで、酸性の温泉ミネラルでこう絡め取っていくんです。そのクリームを絡め取るんじゃなくて、表皮の 1,2 層を私のこの指一本で、中指一本で取るので、取りすぎがないんですよ。ゴシゴシしないんですよね。それをやるんですね。なるほど。でその後にやはりちょっとだけ表皮がやはり今までついてたものを取ったので、微妙にこうやっぱり整えないといけないので、そしてさっきの黄色い温、それこそあれも温泉水のローションなんですね。いつも私が朝ちゃんとつけてから普通にお化粧水とかつけるんですけど、うんうん、その温泉水
温泉水の極端な話飲めるぐらいのその成分です。その成分の温泉はやはり飲む温泉ってありますよね。ありますよね、うんうん、傷を治せるぐらいのそういう、うん、温泉水配合のパック、うん、化粧水パックをして、うん、お肌を整えた後に、うん、今日は、うん、とナノテクの中にまで浸透していく化粧水と、これもミネラル化粧水、ミネラル化粧水とミネラルクリームを入れましたお肌に、うん、でまたちょっとそれ浸透させた後に、うん、オイルパックをしてさらに鎮静、お肌の鎮静と保護膜を作って、今それをそのオイルを今浸透させてます。あ、うん、はい、これが保護膜を作って、そう、それとこちらエフィカオイルってピンクのオイルなんですけど、これは漢方薬配合、漢方成分配合のね、あんまりこうトラブル、もう上野さんあたりは慣れてきたからトラブルないですけど、うん、やっぱり最初受ける方なんかはね、いろいろミネラル入れていくとちょっとプチッなんて出てる方もたまにいますけど、鎮静しますけど、うんうんうん、まあ老廃物が出てる状態というかね、うんうん、それもこうこのピンクのオイルでそういうのも抑えていけますし、うん、まあ、ちゃんとこう輪にかなった施術なので、続いてまいりました、はい、だけどあともう一回最後にローションパックがあるんです、はい、それこそ鎮静をまたしていきます。はい、活性化をどん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 活性化していったら、最後はもうとにかく鎮静で、うん、お肌のやっぱトラブルをできるだけね、うん、はい、ないようにやります、はい、 お、 うん、お肌のトラブルがないように、うん、いいですね。普通に鎮静してるんですけど、うん、もうこのあとね紫外線を浴びたり、はい、いろいろあるわけですから、はい、うん、プクプクですよ、これやってたら本当肌プクプクになりますよ。栄養分を与えた、うん、すぐアップは、うんうん、効き目あるんですよ、ですね、だけどそのままね、無防備な状態だけでしとくと、うん、ダメでしょ、やはりデリケートですからね、お肌ってね。そうですね、カバーしてあげてね、やりとかありますか、大丈夫ですか。はい、最後にローションパックで鎮静させて終わりにします。はいはい、これはちなみにこのローションです。これが最後ですね、これが鎮静効果が高い、あとお肌のpHを一番正常な、一番こうなんていうのかな、トラブルの受けにくい pH5.5 というね、うん、
波に変えるお化粧水なんですね、これはね。だから何気なく受けてるとなんだかね、どんなことしてんのかななんて思われると思いますけど、普段ね無意識にお願いして、もうお任せしきっているので、たまにね理屈でも聞いてみるとね、あそういうことだったのね、ね、そうそうそう、勉強になりますよ。ですね、ありがとうございます。良かったです。はい。微妙にね、いろいろなエステがあるので、はい、ご覧になられる方も、またご自分のエステと、あ、こんなことやってる、やり方もあるのか、なんて思ったりしても面白いですよね。そうですね。本当にいっぱいありますもんね、研究されてね。これはやはりこう最後に栄養分を補給して鎮静させるために、ローションで、やはりミネラルなんですか？これはそうですね、ミネラルもちろん全部に入ってます、マミレスは、だけどこれの意図としてはもう紫外線防止とか、要するにあのこの今の化粧水って夜も昼も、マミレスの場合昼よ夜よ、もちろんね今オールインワンが流行ってるくらいだから、そうですけど、昼よ夜よなんてないんですけど、もう昼間はこれで紫外線防止効果もあります。冷たいんですね。はい、これでもう最後あの今ホットね、あのスチーマーも当てたので、ちゃんと鎮静させて、化粧水で潤いも与える。化粧水のやっぱり目的っていうのは基本保湿ですからね、保湿してお肌の表面の、バランス、もうオイルで油分も入れてるし栄養も入れてるし、お肌って、油分と、あの水分と、NMF って言ってね、あの保湿成分、これのバランスが綺麗だと綺麗なお肌って言われてるんですね。保湿ですね。はい、今はもう保湿と鎮静と両方やってます、最後なんで。でこのままこの後にお化粧を、なんていうかな、うちでは乳液って言ってますけど、あの UV の入った乳液をつけてファンデーションとかつけていかれたらいいのかなっていう、そうですね、はい、その後そうですね、はい、そんな感じです、はい、このままちょっと5分、お休みいただきます。ひんやり気持ちいいですですね。もう本当にベーシックな、ある意味本当に、まあ、他のねエステさんとかもオリジナリティあふれたね施術いろいろ今ね、本当ありますからね、まあだけどこのうちで やらせてもらってるのは角質取り、それもソフトでミネラル成分をふんだんに入れながら、お肌をこう元気にぷくぷくにさせていく、そういう施術ですね。余分な角質もきれいにとって、そして取りすぎず1、2層ですだった、栄養分、ちょうど取ったとこだから栄養分も入りやすいし、そういえば、美白効果もあるって。そうですね、美白効果のはね、まあ、それが目的じゃないんだけれども、あるみたいな、はい、あのね美白を目的とする、あのどうして人間のお肌ってこういうのやると色が白く変わっていくのかっていうと、細胞がちゃんと痩せた状態からあのちゃんとこう太っていくっていうか、水分がうんとこう含まれていくと人間の肌って反射で、あの白く見えてくるんですよ、だからこうエステとかこういうのやったり水分補給がちゃんとなされてる肌っていうのは白く見えてくるんです、まあ実際問題ね、あの何ですか
も、うん、EX っていうシミシワ用のクリーム、うん、とお肌をぷくぷくに太らせていく、うん、ね、そういうあの美容セルっていう美容液もあるんです。それだって1万5000円ちょっとですけど、うん、まあワミレスの製品からしたらすっごい高い方に見えるけど、うん、普通で言えばね、まあ、それをコンビで使っていくと、うん、シミシワ、特に私なんかここにあったシワにも1本使ったらシミにこう線が入ってきたっていうか、なくなるこう途中経過になったんですよ。はい、だからそういうのも試されてください。フックあるかもしれませんね。ですね。それはまあそのうちいいタイミングで。そうですね。どうぞ。そんなに気になるところはないんですが、まあ2、3なくもないんですけどね。気にしすぎるとキリがないので。そうですね、そう思います。まだいいかなとは思ってるんです、まあ一つ一つ、まずとにかく地肌ケアですよね。そうですね。栄養分を補う、これまでやっていなかった、自分の部分としては栄養分を補う、それが年とともに、そろそろ必要かな。そうですね、今まで十分鍛えてきましたからね。そうそうそう、ヘチマ水で鍛えてきた、鍛えてきたからね。分、今度は栄養補給してみたいな、ね、はい、いいと思います、はい、ご自分のペースが一番いいです、まあそこにねちょっとアドバイスとかさせていただけたらと思うんですけど、そうですね、特に美肌じゃ、あの美白ではないけれども、そういう意味でだんだん水分がたっぷりになってくると、こう白っぽく見えるんですね。そうなんですね。もちろん日焼けしてたらあれですよ。ダメですけどね、でも夏に、あの肌負け、しなかったっていう部分も、すごいですねそれ。あれかな、白っぽく見えるような気がする一つ。あ、そうですね、で、お肌がね、多分整ってきたんだと思うんですよ。あ、キメがね、そういうこと。要するあ、それが言いたかったの、キメなの。キメが整うとお肌って白くなってくるんですよ、くすみがのなくなるっていうかね。ちょっとね、私はね、顎が弱いので、あ、そうですか。そうそう、顎とかね、そういう関節だとか、骨だとか、そういうところが割り方弱いんですよ。今日はもうコンタクトも入れないで来たので、本当のすっぴんなんだから恥ずかしいですけどね。そうですか。これで終わりですか。終わりです。これでちょっと首あたりマッサージしていいですか。はい、はい、お願いします。へえ。これ1週間ぐらいは絶対あのエステサロンでちゃんとやっていただいた後で絶対違いますよね。違いますよね。嬉しいですよね。これが1週間が2週間、3週間1ヶ月来て持てば、お肌にも栄養分が徐々に、そうですね、徐々にそうですね、潤っていくといいんですけどね。そうですね、だけど本当もう変わりましたよ、すごく。だんだん変わりましたね。お肌が、お肌がもう変わってるのが去年の秋、わかります。そうです、あ、よかった、わかる。そうそう、ファンデーションの色目がね、ファンランク違ってきたので、ね、もうご自分でもね、そうやって実感されてるので、嬉しいなと思って。少しずつでも効果出たかなと思って。出てます、出てます、わかる。お肌変わってこちらも嬉しいです。あ、いやいや、ありがとうございます。終わりました。終わりました。ありがとうございます、ありがとうございました。皆さん、なんか見えますか。ほら、見える。はい、すっぴんで、おーおー、見えてるかな。私、今日は綺麗綺麗で見えないのですっぴんで恥ずかしいんですが、1週間ぐらいはいつもですね、張りがあの違うんで、あの皆さんにもぜひおすすめですので、今日も衣笠さんにあの施術ですよね、そうですね、施術を、ライブ中継で、見せていただきました、ちょっと見苦しいですが、今日はこれにてちょっとまあ起きさせていただきます、ちゃんと起きてご挨拶を、ありがとうございます。高子さん大丈夫、綺麗ですか。ありがとうございます。はい、とてもな、なんかもうボサボサで、ありがとうございます、じゃあメガネをちょっと、失礼いたします。失礼します。すみません、メモが悪くて、あ、見えた、見えた、見えますでしょうか。今まで、
衣笠さんをちょっとお写ししたいと思います、はいはい、施術の、 あの手のね、はい、状態が、はい、ぜひ、見たいと思いまして、うん、ちょっと下の方に、カメラをセットしておりましたので、はい、いかがでしょうか、すっぴんで恥ずかしいのですが、座らせていただきます、はい、この辺で入るかな、はいはいはい、今日はですね、はい、はい、エステティシャンの、はい、衣笠和子さんに、はい、フェイシャルボディはないんですが、はい、フェイシャルマッサージを、はい、実況で、はい、見せていただきました、はい、ありがとうございました。本当にたくさん喋らせていただいて、宣伝もさせていただいて、いえいえいえ、もういろいろと本当にありがとうございます。お話しくださいましてありがとうございました。それではですね、次の9月24日に、衣笠さんはゲストでお越しいただく俳句 TV がありますので、はい、そちらでも何ですか、新しいチャレンジのね、はい、お話が聞けるということなので、それでは皆さん、今日はこの辺でお別れしたいと思います、はい、よろしいでしょうか、はい、何かよろしいでしょうか。今日はありがとうございました。本当にもうたくさんもう喋らせていただき、はい、もう思い残すことございません。いや、次回24日がありますので、24日に、はい、また、はい、お話しさせていただきたいと思います、はいはい、私もですね、はい、こういった、俳句大会というこちらをですね、9月28日に、行っております。まだまだ句を募集しておりますので、皆さんぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、それでは、この最後、このマークで終わらせていただきたいと思います。はい、上野貴子の俳句 TV、 あ、まあちょっと合ってなかったけど、